はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジャナサンジョースター編究極、こちらのフロア5ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、猫尻ですね、何もつけておりません。リーダースキルが必要ということですね。続いて、黒尻ですね。死をも超える執念、デリートムーブ、完全生物、焼けっぱちのトモモーサーをつけております。リンクスキルはつけておりません。さあ、そしてフレンドのシゲチを連れていきましょう。では参ります。さあ、いきなりやってきました。倒して撃長、倒されてきました。さあ、今度は城太郎が動いていきますが、まあここら辺はいいでしょう。さあ、そして、CS をかましておきます。まあこれでね、倒されても大丈夫でしょう。さあ、今度は、素直に動いておいて CS を発動です。ターン経過をずっとしていきます。ターン経過だけしていきます。攻撃力を CS で上げていきます。さあ、攻撃カウンターが怖いので、そろそろ攻撃するのと、体力を満タンにしておきます。体力が満タンになって、カウントが増えていったらまた CS 発動です。もうそれの繰り返しですね。うん、倒してしまった。倒れてしまった。本当は倒す予定ではなかったのに。さあ、ここは光らなかった。強襲です。強襲がやってまいりました。なんとか無事に耐えております。さあ、ここは一応もしもの時のためにですね、やっておきましょう。 CS 発動です。倒されてしまった。倒されてしまったが、バイザー出すと発動です。バイザー出すと発動でギリギリ倒せました。おっと、これは危なかった。これもバイザー出すと発動する感じでしたかね。では前に行きましょう。はい、無事倒せました。さあ、第2ラウンドですね。第2ラウンド、ここは難しいです。本当に難しいです。本当に難しいですからね、ここはなるべくマニッシュボーイだけは倒せるようにね、しておきたいですね。さあ、しつこくやってきております。バニラアイス、バニラアイスのね、アタックがですね、接触ダメージを与えると攻撃力をね、下げていきますので、完全生物があるということで、そんなの知りませんという感じで攻撃できております。そして、そろそろマニッシュボーイが倒せる頃にね、倒せましたね。マニッシュボーイ倒せました。そして発動させます。 CS 発動です。これでなんとかなった。
アブドゥルが降ってくる前になんとかなってよかったです。本当に辛かったですからね、アブドゥルが いるとですね。戦いづらいです、アブドゥルがいるだけで戦いづらいです。アブドゥル去ってくれました。そしてイギーですね、最終増援はイギーちゃんです。2ラウンドの最終増援はイギーちゃんです。おっと何もしないぞ当たってない。おそらくこれは CS もないはずなので、発動はしてないはずなので、うん、これで発動ですね、 CS 発動です。倒れました。そしてバイザーダストです。これは倒してしまうかな、ギリギリ倒せてないですね。おっとかばってますね、鳥ちゃんをかばってますね。一応体力は回復しておきます。はい、鳥ちゃんも倒せました、よかったです。ゲージも満タンです。あ、最終ラウンドですね。一人しかいないので何をやられても構いません。さあバイザーダストを仕掛けておきます。さあぴょんぴょんと見張れていきましょう。アイテムがどんどんなくなってきております。これで倒されたら CS は発動する、うん、しますね、 CS は発動してくれております。次のターンだとアウトでしたがなんとかなりました。さあワンちゃんが降りてきて、おっとこれは悲しいことになりそうですが、アイテムを回復してくれておかげでだいぶマシになっていますね。最悪な事態は逃れました、よかった。犬に当たって何か大変なことを起こしたような気がしますが、まあいいでしょう。ギリギリ倒してないですね、倒されてないです。さあ行きましょう。おっとバイザーダスト、ここは、うん、大丈夫ですね。さあこれで CS も発動なので倒される方がありがたいですね。位置的には自爆は怖くないので大丈夫です。はい、無事クリアすることができました、ありがとうございます。ちょっとねぐだったような感じですけども、なんとかクリアすることができました。最後までね、動画ご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、最終フロア6ですね、究極の最終フロア6を攻略していきたいと思います。ではラサバ対